お気をつけください。選手の近く大変危険です。お気をつけください。右腕を殺していきます。また一度持った鉄柵さえも凶器に使えますからね。さあ後ろから追っていくマイクレールガン、左怒りのボディにはパンチ、顔面には張り手、打撃のコンビネーション、マイクレールガン蜂の巣状態、そしてスリーパー、しかし担ぎ上げている。しかしさらにさらにフロントネックロック、いやエルガンも行きますよ。その鈴木ミドルをそのままぶっこ抜いた、超対空式ブレバスターで行かせないスリーパー。そして早い仕掛けはゴッチ式、決まった決まった、カウントは今3つだ。鈴木ミドルは勝ち星を1つ追加、抜いた刀首をかっきるかかわした、バック取り返しのイービル、そのまま投げっぱなし、着地しているページ。さあエプロンサイド、来ますよ来ますよ来ますよ、来たジャストミートです。カウントは2で返した、かわしているのはページの、さあイービルには行かせない、ウンデルソン力づく、ラリアット迎撃、ヘッドバット吠えた、仕留めるか、ペイジの肉体をイーベルに切って取った、決まった、カウントは3つ。もうやっぱり気持ちでね行きましたね。突っ込まれたぞ。10分経過、テミネツ、テミネツです。10分経過、明らかにいやまずはタンガロアだ、シェイの作戦なんですけど、逆に今タンガロアが出てきた、なんだこれは。さらに3対1ですか。3対1、3人がかり、何ですか、レフリー完全ダウンですよ。止めて、なんと、椅子に対しての、何ガンさんは行かせない、椅子だー、まずはタンガロア、そして、急所攻撃、ファレに対して、さあ、しかしここでガンさん、今度こそ、ジ・アンダーボス、バットラックフォール。観光となるか、ジェイソン・ホワイトの肉体が降ってきた、決まった、決まった。さあ今レフリーがカウントを取り始めた、3つ。いや今運のレフリーは最近を見てないそうなんですよね。確かに状況対象疑問は投げかけましたが、そうなんですよ。ですからこれはカウント取りましたね。いやースリーターね、スパイダージャーマンフロントブロックからキングコングに、あーっとこれは自爆、真壁の膝が鈍く、えぐくマットに叩きつけられましたが、ラリアット、いやースリングブレード、カウントワンで返します、ワンで返す意地。しかし棚橋、赤コーナーのトップを伺っている、何を見せるか、ハイフライアタック、追撃か、叫ぶエース、再びトップロープ、さあ浜松の空からエースが降ってくる、はい、フライフロー、カウントは3つ。12分0秒、これで4勝1敗、勝ち点8点、譲れないもの、譲れない思いがあります。しかしながら場内乱闘は岡田のものとなっている。投げ込む選手の近く大変危険です、お下がりください。場外で先手を奪ったのよ、おお、岡田和志が椅子を投げつけている。バックを取っているのは岡田と、あっとレインメーカーに対してラリアット、背後からドロップキック、ドロップキック、そして正面から前から来ますよ、来ますよ、レインメーカーのドロップキックから来ますよ。さあレインメーカーは脇固めだ、さらにバタフライ締め上げていく、さあ将来は大歓声だ、ついに吉橋が岡田を超えるや、まあ、置かずに決めたい。カルマか、カルマの体勢、しかしこれは食らっては危ないと岡田が脱出、しかしバッククラッカー、さらにカルマの体勢だ、いや行か
せなズームソーそして波長攻撃だローリングしての原稿形を見せたよし足返せるかカウントが入る2つ今3つよし足はね一言で言えばあっぱれな玉砕ですよ、はい、もう誰と戦うよりも特別な相手でしょうからね、はい、その気持ちが伝わってきましたね